じゃあ次、この中で一番リングと普段でギャップのある人、ドーン、はいはい、4人が宇多美選手になりました。これは上谷選手、やっぱリング上はクールでロイヤルでかっこいいイメージがあると思うんですけど、なんかもうでもめちゃくちゃ再現度高いとか、まあ、ゲームとか一生懸命やったりとか。あ、確かにゲームしてるイメージないじゃないですか。ない。ゲームやったりとかやっぱしてないって。その誇張しすぎな林下宇多美みたいな。そんなんしてないってとか、なんか無邪気な、なんかところなんかすぐはしゃいだりとかするところがギャップがあるなって思います。じゃあそういうのをあまり経験してない安住選手はどういうところにギャップを感じますか？いやでも本当だ、多分休憩で一番ふざけてると思います。一番そうですかね。そういうところなんですよ。なるほど、はい、そういう意味ではギャップはありますね。